本日は私の、菊沢の、会見にお越しいただきまして誠にありがとうございます。じゃあ、長年の夢でありました、12月8日からの、アメリカ遠征、長期で無期限という形で、行っていきたいと思います。まあ一応ね、ずっとやっぱアメリカをこう長期いて回ってみたいっていう夢がありまして、まあそんな中でようやく2年ぐらい準備してきて行く体制が整ったので、まあ今回、11月28日に東京グレンタイ工業の後楽園ホール大会があるんですけど、そちらの方が、菊沢としては最後の試合ということで、その後12月の8日に、まあ、あのアメリカの方へ旅立とうかなと思っております。はい、まあそんな感じですけど、はい、あとはもう皆さんとのディスカッションになっちゃうんですけど、何かありますか？まあ、その2年前から準備してたということは、はい、もう前々からその海外アメリカに前々から行きたかったですよ、ずっと。あのやっぱり僕らの大先輩方はやっぱりそういうのを経験してるじゃないですか。例えばそうですね、あの天竜さんなんかでもやっぱり海外で練習してデビューされて日本帰ってきたりとか、そういう時のお話を聞いたりとか、桃田光雄さんなんかにもどうだったんですかって話聞いたり、歌舞伎さんにダラスどうだったんですかって話聞いて、やっぱ僕らずっとあの大先輩方と控室一緒になるとそういう話を聞いたりして、ああいいなってずっと思ってたので、でまあ短期では僕も大概行ってますけど、やっぱクレンタイメンバーみんな僕以外野沢論外正田藤田ってみんな海外長期経験してるんですよね。でやっぱりあの他の方々もいろいろ話聞くと、もう海外行ってる方が多いので、やっぱりそこかなと。まあもう僕来月40なんで、まあ、これラストチャンスかなと。38ぐらいの時にも考えたんですけど、まあ、ちょっと待てっていう人もいたりで、一口ちゃんとしてやるからって言って、ね、大阪プロレスのスポンサーさんに止められたりとかしてたんで、まあまあそんな中で、じゃあ2年ちょっとやっぱりいきなり行くのも無理だから準備期間も置いて根回しもしつつね、やっぱ海外行ったってあの日本の支払いはあるじゃないですか、ある程度その携帯だとかなんだとか、まあ、それを稼げるだけの、ね、ライター業の根回しとかもしてあるんで、まあ、それで、まあ、いろんな記事とか書きながらいろんなとこ回って、自分の見たことないとこ行ったことないとこ行って、こう非日常を、ね、日常にして楽しもうかなと。まあそんな感じで、とにかくいろんなレジェンドの人たちにも会いたいし、いろいろ盗みたいものもあるし、テクニックとかも。でまたね、機会があればイギリスとかカナダの方とかも行ってみたいので、まあ、そこでいろんなまた知らないスタイルがあると思うんですね。知らない手の取り方とか、まあ、そういうものもどん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 吸収して、まあ、そうですね、あとはアメリカの大きいところもまあ行けたらいいなとは思ってるんですけど、まあそれは無理だろうって、まあこうやってね、見てる方も読んでる方も思うかもしれないけど、やっぱりその自分がやっぱ大きいとこ行きたいとかアメリカでやりたいっていうのがあった中で、まあもう今の時点で食っていけるとかも分かんないですけど、でもまあやらないよりは、やらないで後悔するよりはやってスッキリの方がいいかなと思って、まあそれはもうずっと思ってきたことなので、いよいよ時効に伏せるんで、すごい嬉しいですね。まあ、現段階でその上がるリングだったり具体的に決まっていることってありますか？まあ、まだ現地で発表されてないんで発表できないですけど、まあでも以降はラスベガスにあるパラゴンプロレスっていう団体は、先日行った時に、まあ、ご挨拶に行って、ぜひよろしくお願いしますって言ったら、まあ、後ほどそのエージェントが全日本プロレスで一緒だったディーロー・ブラウンだったり、ノアで試合したマット・ストライカーさんだったりしたので、でまあ紹介してもらいつつ、まあ、試合見てたらわーってなだれ込んできて、控室に「お前持ってきてる？」って言われて「あ持ってますけど」って言ったら、
ちょっと来いって言われて、4本目穴開くからあの前出ろっていう感じで入れてくれて、まあ、トライアウトも受けてきて概ね好評だったので、まあ、あのそちらの方とかも、まあ、いわゆるアメリカの、TB 用の、まあ、工業ですね、TB、いわゆる TB テーピングってやつですね。もう本当にそこの団体はあの1時間のショーを4本連続で撮るんで、夕方6時から、でそういうようなところで一気にあの1ヶ月分の収録したりするっていう、そういういろんなスタイルがあると思うんで、まあ、アメリカのその TV ショーの勉強もできるかなと、まあ、そのいろんなものを吸収したいですね。多分ルチャの団体とかもまあブッキングするよって言われてるし、そこそこ大きいところももう話はしてるので、え、お前あここ出るんだみたいな感じで、まあ、あの主に海外ではね、あの側の方でやりますけど、はい、でもまああの自分のその素顔でもちょっといろんなキャラクターを考えているので、ちょステレオタイプな日本人もやりたいなとも思っているので、もしくは多国籍タイプで昔ながらのもやりたいと思っているし、まあ日常がもう毎日が挑戦になるんで、まあ、すごい楽しみですよね。もう多分あの知らない土地に行って高速道路を運転するだけでその、ね、景色が違うだけですごい刺激にもなると思うし、まあ、自分がもともとそうやって自分の持ってる価値観がずっとぶっ壊されてきたんで、メキシコ行ったりして自分でメキシコで免許を取って、ね、アカプルコに行ってみようってドライブして、ね、その景色見てうわーってなったりしたんで、そういう自分をまたね、なんていうんですかね、若いやつの自分探しの旅じゃないけど、まああのとにかくいろんな刺激を受けて人間的にもレスラーとしても成長できたらいいかなと、まあ、悔いなくね、自分もあと何年やれるか分かんないって言ってて60過ぎてやってるかもしれないけど、まあその中でああいいプロレス人生だったっていうね、お腹いっぱいだってねなるような、まあ、腹いっぱいって天竜さんも言ってましたけど、そんな風にまあね、がっちり自分でも楽しんで、わあお疲れさんってみんなから世界中の人から、まあ、あの送り出してもらえるように悔いなくやりたいなと思ってます。ちょっと話の中で分かんなかった言葉があって、側のプロレスって、あ、側っていうのはあの側です、あ、かぶり物って、かぶり物の方ですね。ああ、はい、それもやるけどっていうね、まあ側で基本やりますけど、あ、はい、まあ、中としては、あの菊沢としては知名度がほぼないので、もう何年出てないんですかね、2005年、10年ちょっと出てないですかね、最後に会長と組んでスーパードラゴンと、まあ、ダニエル・ブライアンと試合したのが最後ですかね、アメリカで。そこから出てないんで、まあ今後どうなるかと、ちょっといろいろ、まああのカラーによってね、お笑いが受け入れられるところと、いやうちのショーは真面目なのでやってくれとか、ヒールやってくれっていうところもあると思うんで、それによって使い分けれたらいいかなと、はい、それによってまた吸収するものも違ってくるんで、同じ団体でも、まあそういうふうにしたいなと、ですね、他にちょということは僕の理解なんですけど、その要するに今回のやつっていうのはそのパラゴンプロレスとか、はい、ある程度の受け入れ先はあるけど、基本的にはあまりそのいわゆるジャーニーをしたいっていうか、ジャーニーマンをしたいっていうか、はい、その一箇所にとどまらず住んでみたい場所にもどんどん行くしみたいな。あ、そうですね、まあ一応住むところは決めてある、土地だけは決めてあるんですけど、まあそこでの仕事の移管によっては、例えば東海岸来た方が仕事あるよっていうんであれば、まあ映ってもいいですし、一応そのなんていうんですかね、トータルのその住むコストと、呼ばれた時の行きやすさとかを考慮して、一応ラスベガスにしようかなと、拠点をっていうだけで、はい、拠点をラスベガスにして、まあものすごい家賃安い割にはすごい設備も良くて、で税金も安くて、食料品には消費税かからないみたいな、まあガス代も安いしみたいな、あとまあ観光地だから、あのどんな田舎の試合に呼ばれても多分1回乗り換えで行けるんですよね。
まあ、そういうところも考慮して、でそこまでエアポートがすごく混んでるわけでもなし、街のど真ん中にあるから、まあ、行きやすいとか、いろんなことも考慮してそっちにしてますけど、まあね、大きいとこがあの言ってくれるとすぐに僕はもうフロリダにも引っ越すし、まあ、その辺のフットワークは軽いんで、だから別にそのすごいところに行くとか、特にそういう、まあすごい街ですけど、まあもともと僕そのライブショーのエンターテインメントの勉強もできるんで、ラスベガスっていうのもあるんですけど、シルク・ド・ソレイユとかもあるんで、実際パフォーマーの人とかともお会いさせてもらったりして、すごい刺激も受けてるんで、そういう方向からのその表現者としての刺激ももらいつつ、まあ行くんですけど、まあ、僕にとっては別にこのね、今住んでるところからね、あの神奈川に引っ越しますよ、大阪に帰ります、名古屋引っ越します、北海道引っ越しますっていうのと何ら変わらないんですよね。別にラスベガス行きますって言っても、だ そんな感覚なんで、まあフットワークは軽く、まああの最後の方はね、あのキャンピングカー買うかトレーラー引っ張ってもうね、流浪の民としてプロレス回りたいですね。それもやりたかったことなんで、それやりたかったことを叶えに行くっていうね、だから本当にモチベーション高いですね。住んでみたいアメリカに土地があるっていうのは他にはラスベガス以外に、まあフロリダも住んでみたいし、ねえ、シカゴもすごいいい街だったし、マンハッタンは僕ゴミゴミしてるから、あのニュージャージー側のちょっと離れたところにあれですけど、まああのすごい維持費が高いんでうわーっと思いますけど、まあペンシルバニアも行ってみたいし、そうですね、テキサスもなんか住みやすそうなんで、結構なレスラーとかね、あのメキシカンでね、あのビザ取ったりグリーンカード取った選手も結構テキサスに住んでたりするんで、どうなのって聞いたら、あ、いいとこだよってオクタゴンシートなんかも言ってたんで、まあ行きたいですよね。まあとにかく回ってもっと住みやすくていいところがあったら移ってってもいいし、まあとりあえずはね、ラスベガスで、ね、ちょっと離れの方でアパート借りて住もうかなと思ってますね。あの書かないでくれって言ったらいいんですけど、そのラスベガスとか安いって今おっしゃられたんですけど、はい、だいたいこれぐらいですよ、結構安い。700-800ドルぐらいで、750-850で、あれですかね、2ベッドルーム、リビング付きのやつが借りれるんで、まあ多分いろんな人が遠征で来たり泊まりに来たりするだろうから、一応2ベッドぐらいで借りて、まあまあ、ゆくゆくはそういうね、世話役とかも、あとは日本の団体へのブッキングの手伝いとかも、まあ、できればいいかなと、まあ、それによってね自分も助かるんであればお互い助け合いで、まあ、自分ができることはしようかなと。あ、そっちもやるわけですね、向こうでね。まあできればですね、はい、自分が必要とされるんであればですね、あのされないので別に売り込むつもりはないですけど、はい、まあ、11月28日がとりあえず最後の後楽園なんで、まあそこから向こう行くんで、ぜひ、まあ、最後の試合見に来ていただきたいなと。で、まあ側の菊太郎の方はですね、一応12月の4日、DDT の大阪府立、まあエディオンアリーナですね、エディオンアリーナ第一の方が決まってて、あと7日に、チャリティーの試合が大阪であるんで、まあ、菊太郎に関してはあと2試合か、東京は多分これが東京グレータイド後楽園ホール大会が最後なので、ぜひお越しいただきたいなと。まあ、あのカードといたしましては、本日発表させていただきますけど、菊飛びますいい日旅立ちというタイトルを会長からつけていただきまして、名優食いしん坊仮面と私が組みまして、菊太郎食いしん坊仮面対、桃田光雄力組という、親子タッグですね、はい、カードを組んでいただきましたので、ぜひ桃田さんから、ね、なんとか力選手から取ったことがあるんですけど、桃田さんに一回も勝ったことがないので、なんとかね、このあのアメリカ行く前に景気付けに一発いけたらなと思ってますけど、やっぱその桃田さんもアメリカで培ったテクニックがあるんで、まあ、それをやっぱ、まあ、勝てなくとも盗みたいなと、
そして試合後はもう控室でいろんなこと聞きたいなと、当時はどんなんだったんですかって言って、はい、まあ、そういう楽しみなカードを組んでいただきました。はい、ぜひですね、東京レンタル工業11月28日後楽園ホール大会、最後に見に来てください。よろしくお願いします。まあ、参戦選手に菊沢って入ってるんで、じゃあその日は1日2試合ですね。はい、いつものことなんで大丈夫です。はい、問題ありません。菊沢さんとして戦いたい相手とか、あのお願いしてたりはするんですか？もうあのこれに関しては会長にお任せきれない。ただちょこっと聞いた感じではおーっていう楽しみっていうカードなので、しっかりとしたカードを組んでいただきます。まあ、こうやってあの旅立つね時のあの特別な試合をちゃんと組んでもらえて、まあ、ありがたいですよね。もうなんか締めっぽいのとかは全然ないんで、まあ、明るくあの皆さんにも、東京の皆さんにも見送っていただけたらなと。大阪のファンのことはまだあのね、川の方はチャンスがあるので、はい、まあ、菊沢が見れるのは一応この11月28日が最後なので、まああのしっかり頑張ってね、今の時代まあ結構ね伝わるんで、向こうで出てても日本で見れたりするんで、まあそういったのも楽しみにしていただけたらと。まああとね、流していいよって許可取れるとこあったらね、ニコプロさんの方でまああの中継やってもらうなり、まあそういうのもぜひお願いしたいなと思っておりますので、はい、一応よろしくお願いいたします。まあとにかく何はともあれ11月28日東京グレンタル工業後楽園ホール大会、お越しをお待ちしております。